皆さん、こんにちは。私が今来ているのは西武多摩川線の白糸台駅。で、今回は緊急で動画を回してるんですがね、ちょうど今さっきたまたまこの白糸台駅の前を通ったらなかなかすごいものが止まっていたんですよ。なんで今回はその様子っていうのを見に行きたいと思います。ではね、皆さんよろしくお願いします。そして私は入場券を買って白糸台駅のホームにやってきました。そしてこれホームの横の線路にはこんな感じに多摩川線の車両が止まってる。この白糸台駅にはこのように駅に隣接して白糸台車両基地っていう西武多摩川線の車両基地があってね。今この車両が止まってるのも車両基地の線路の一つなんじゃないかなと思うんですがね。ここに止まってる車両の顔面の部分。これ見ると急行奥武蔵っていうなかなかにいい感じのヘッドマークがついています。また車両の上の方にはこのように快速急行西武秩父ってね、これはガチの行き先表示幕ではない。だから幕をくるくる回してああいう表示を出したわけではなくね、快速急行西武秩父って書いたステッカーを貼ってるって感じにはなるんですがね、ああいう行き先表示幕のようなものも再現されています。いやでもこれなかなかにすごいですよね。ちなみにこの急行奥武蔵という列車はかつて実際に走っていた列車。急行奥武蔵は確か池袋から西武秩父までを結んでいた急行列車だったと思うんですがね。このヘッドマークは当時使われていたものなんですかね。これなかなかに年季が入ってるように見えますがどうなんでしょうか。またこの快速急行西武秩父行きっていう列車も現在は走っていないんですがね。これ確か2020年の春までだったかな。割と最近まで運行されていた列車となっています。いや、それにしてもこれなかなかにかっこいいですよね。今回このヘッドマーク等が取り付けられた車両っていうのは西武の新101系という車両。この新101系は現在ではかなり古い車両ということで多摩川線や狭山線など西武のローカル線的な路線でしか活躍していないんですかね。かつては西武池袋線など西武のメイン的な路線でそれこそ快速急行西武秩父行きなど花形運用についていた。またこの新101系は急行奥武蔵として走った実績もあると思うんでね。これ人によってはかなり懐かしい光景なんじゃないですか。そして奥からこれまさ行きの多摩川線の列車がやってきました。今やってきた車両も西武の新101系。ただ多摩川線の新101系にはいくつか塗装のバリエーションがあってね。今回やってきた車両は伊豆箱根鉄道色の新101系でしたね。伊豆箱根鉄道は西武の子会社ということでこういう塗装の新101系っていうのも走っています。そして急行奥武蔵のヘッドマークがついた新101系と伊豆箱根鉄道色の新101系の並びも見ることができました。そしてこれまさ行きの列車が発車したということでまた急行奥武蔵のヘッドマークがついた車両を見ることができるようになったんですかね。側面っていうのはこんな感じ。今回急行奥武蔵のヘッドマークが付けられた編成っていうのは新101系の1246編成という編成みたいです。また行き先表示幕っていうのは何も表示していない。見た目の通り無表示って言われる表示なんですがね。今回本当の行き先表示幕に関しては何も表示していない無表示となっていました。でもこの無表示っていうのもなかなかに珍しいんじゃないですか？大体は階層とか何かしらの表示を出してますからね。こういう無表示っていうのもなかなかに珍しい光景だと思います。そしてこれまたこれまさ行きの列車がやってきました。今度やってきた車両は赤電色と言われる塗装の車両。この赤電色と言われる塗装はかつての西武線の標準的な色でね、現在では多摩川線を走る新101系にこのようにリバイバル塗装がなされています。でもこれ多分急行奥武蔵が走ってた頃の西武線の色っていうのは赤電色だったと思うんでね、この並びっていうのはなかなかに熱い並びでしたね。まあではここで今回はなぜこんなヘッドマーク等をつけた車両がいたのかってことについてお話ししたいと思います。これっていうのはご存知の方も多いと思いますが、西武多摩川線っていうのは西武の中でも孤立した路線となってるんですよ。だからこの白糸台から西武線だけを通って西武秩父とかに行くことはできないんですね。だから言っちゃえばこの白糸台は秩父とは無縁の場所となってるんですがね。今回なぜこんな列車が止まっていたのか。私も今回あらかじめこういう列車がいるという情報を持っていたわけではない。さっきたまたま白糸台駅の前を通ったこういう列車がいたんで急いで取りに来たって感じなんでね。私も最初はなんでこんな列車がいるのかわからなかったんですがね。今回白糸台駅のホーム上に西武鉄道の職員さんがいたんで聞いてみたところどうも今回っていうのは個人で貸し切ってイベントをされていた方っていうのがいらっしゃったみたいなんですよ。で、そのイベントの一環でホーム上から撮影会っていうのをやっていたらしくね。私は今回そのおこぼれをもらうことができてしまったということみたいです。でもこういうイベントのおこぼれをもらうような撮影をしていると大体なんで参加者じゃないくせに撮ってるんだっていう偽善者ぶった撮り鉄の方がいらっしゃるんですがね。個人的にはもし本当に撮られて困るものならそれこそ車両基地の建物の中とか物理的におこぼれをもらえないようなところでやると思うんでね。多分こういうところでやっていたということは展示も兼ねてやっていたということだと思うんですよ。だからまあ感謝の気持ちを忘れずに撮る分にはいいんじゃないかなと個人的には思います。いや、それにしても本当これすごいですよね。そういう貸し切りとかってできるんだな。
お、そして今からこの急行奥武蔵のヘッドマークをつけた新 101K が動くみたいですよ。さっき西武の職員さんに聞いたところ、今回は本線上には出ないみたいなんでね。あくまで車両基地内の入れ替えという形ではあるんですかね。では今からその動くところをお見せしたいと思います。まあこんな感じ。これ反対側の前面のところにはヘッドマーク等はついてないみたいですかね。たださっきも言った通り行き先表示幕が無表示っていうのはかなり珍しい光景だと思いますよ。そしてこの白糸台駅には向こうに引き上げ線があってね。おそらくあの列車は今からその引き上げ線に入った後またこっちの方に戻ってくるんじゃないでしょうか。それにしても今回は私以外にもたまたま居合わせた鉄道マニアの方々、それからイベントに参加されている方々や西武鉄道の関係者の方々など大勢の方が白糸台駅のホームにいてね、かなり白糸台駅のホームっていうのは盛り上がっていました。玉川線の駅っていつも閑散としていることが多いんでね、こういう光景っていうのはなかなかに新鮮でしたね。そして列車は引き上げ線に停車、そして少々停車した後今からまたこっちの方に戻ってくるみたいですよ。とまあこんな感じ。これさっき止まってた線路の隣の線路に移動した、こういうことを入れ替え作業って言ったりするんですが、今回は入れ替え作業をしたって感じみたいですね。お、そしてもう撮影会が終わったということで今からヘッドマークを取り外すみたいだ。そしてヘッドマークを撤去。これ多分本線を走る時とかはヘッドマークが落ちないようもっとちゃんと固定すると思うんですがね、今回はあくまで展示ということで結構簡易的に付けられていたみたいですね。まあ今回はヘッドマークをつけてそんな長距離走るわけでもないんで落ちる心配っていうのもそこまではないですから。お、今度は脚立っていうのが持ってこられて今から行き先表示のステッカーを撤去するみたいですよ。でもこういう光景もなかなか見られる光景ではないですからね。おそらくかなり貴重な映像になるんじゃないでしょうか。そして作業員さんが脚立に登られてまずは西武秩父と書かれた行き先の方を撤去するみたいです。そしてよく見ると車両の顔面の部分にはあんな感じに出っ張りというか掴めるようになってる部分があるんですかね。あれっていうのはこういう作業をされる方が掴めるように設置された出っ張りなんですね。そして右の方からゆっくりベリベリと行き先を剥がしていきます。いやこれっていうのもなかなかにすごい光景ですよね。普段はなかなか見られない光景でもなんかこういうのも舞台裏って感じがあって面白い。お、そしてこれそろそろ行き先っていうのが剥がれるんじゃないかな。おー、そして剥がれた剥がれた。あーでこれてっきり西武秩父って書かれたやつがシールみたいになっていてね、普通にそれをペタって貼り付けてるのかって思ったんですが、どうもこれ下にテープを貼っていたみたいでね、その下に貼ったテープでくっつけていたみたいですね。そして続けて快速急行と書かれた種別の部分の撤去作業、多分こちらもさっきみたいに下にテープが貼ってあってね、それでくっつけてるって感じなんじゃないかな。いやでもほんと何度も言うようですがこれすごい光景だよな。私もこういう作業を見たのは初めてですよ。そして快速急行の種別が外されました。そしてやっぱりこっちもテープで固定していたみたいですね。ちなみに現在新101系には種別を表示する幕っていうのは設置されていないためね、今回快速急行のステッカーに関しては何もないところ、っていうかかつてはここに本当に種別を表示する幕っていうのがあったんでね、かつて種別を表示する幕があったところに貼られていたみたいです。
そしてこれは私が来る前につけていたヘッドマークなのかな、ちょっとわかんないんですかね。さっきの急行奥武蔵のヘッドマーク以外にももう2つのヘッドマークっていうのがあったみたいでね、その2つのヘッドマークを運ぶ光景っていうのも見ることができました。っていうか今こっちで撮影していたからだと思うんですが、作業員さんの方わざわざこっちにヘッドマーク向けてくれましたね。もうこれイベントの参加者の方々っていうのは移動されていてね、今白糸台駅のホームにいたのはおこぼれをもらっている人たちだけでしたから、いやそんな西武鉄道にたった百数十円しか払ってないような人たちにもこういうことをしてくれるって本当ありがたすぎますよね。いや本当作業員さんの方ありがとうございます。そして私は白糸台駅の外に出てきました。そして今回はせっかくなんで白糸台駅の入場券に無効印を押してもらって持ち帰らせてもらうことにしました。てかこれいつの間にか西武鉄道を値上げしてたんですね。これ確か前は入場券150円だったような気がするんですがね、いつの間にか10円値上げしていたみたいで、今回入場券っていうのは160円でした。いやそれにしても今回に関してはたった160円でこんなものを取らせてもらえたわけですから、いやほんとこれなんか申し訳なくなってきますよね。まあ今回部外者は撮影禁止って言われていたわけではないんで、ありがたく撮影させてもらいましたがね、ほんとたった160円でこんなものを撮影させてもらって、しかもさっきヘッドマークをこっちに向けてもらったりといろいろサービスもしてもらって本当ありがとうございました。まあではこの動画はここまでにしたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有どうぞお願いします。ではね、この動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。そしてすいません、さっき動画終わるって言ったんですが、あの後帰るのに白糸台駅の近くの踏切に来たらね、ちょうどさっき撮影会で使われていた車両っていうのがまた入れ替え作業をしていました。あーそしてこれ行き先用字幕は無表示から階層幕に変わってましたね。そしてこれ白糸台で入れ替え作業をするときってね、さっきホームからでは分かりにくかったんですが、この踏切上に停車するんですよね。だから列車が折り返すまでのだいたいこれ2分ぐらいかな。踏切の上でずっと停車してるという通行人からしたらなかなか迷惑な入れ替え方法っていうのをします。まあ白糸台での入れ替えってそんな頻繁にあるわけではないんでね、これっていうのはそこまで問題があることではないんじゃないかなと思います。そしてこれはこの先のポイントですがね、今列車が引き分け線に停車したのにここのポイントが切り替わってないってことは、おそらくこの列車はこの後は車両基地の建物内の方に行くんじゃないかな。そして列車は再び白糸台駅、それから白糸台車両基地の方へと向けて発車。そしてまた一時停止しましたがね、この後まだイベントで使うのか、それとももう使わないのかわかりませんが、この後はやっぱり白糸台車両基地の建物内の方へしまっちゃうみたいです。まあでは今度こそこの動画終わりにしたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。